おや今日のひろきさん、今日も動画撮ってますね、と思いのあなたね、ちょっとその顔ということは、なんかちょっと熱くなってきてるところでも動画撮ってるところですね、と思いのあなた正解でございます正解です正解でしたはい、こんにちは、ひろきです、えー、今日はですね、ちょっと5月じゃなくてごめんなさい、6月25日の、今日何曜日でしたっけあのー もう、ね、あの日付の感覚そんなにないんですけど火曜日ですね今日は、えー。ということでねあのちょっと。 と今日は暑いなぁということを思いながらなんかちょっと前まではねあのすごい雨降ってて寒いあ寒いというか、うん、むしろちょっと涼しいくらいだなということを思ってたんですけど今日はちょっとやばいなぁと暑くなってきそうだなと思いながらねあの今動画撮ってるわけですけどもそうですねまあこれから7月8月もっと暑くなってこないでほしいなと思いながらはいあのー、そうですねまあそんな感じで過ごしているというところでまあ7月8月ど、まあ、これはちょっとなんか暑くなってきそうなね兆しを感じるということで、はい、まあまあそんな 話はちょっと置いてきましてですね今日は何についてお伝えさせていただくかといいますと多くの人がワールドベンチャーズを辞める理由あのネット MLM の仕事をですね多くの人が辞めてしまう理由とかねワールドベンチャーズの本当の魅力についてとかあのまあ、そういうそのあたりワールドベンチャーズのメリットデメリットとかあのメリットとか、まあ、そのビジネスメリットビジネスのデメリットとか そうですね、多くの人がワールドベンチャーズをやめてしまう理由とかをちょっとお伝えさせていただきたいなということを思いまして、はいえー、こうして動画を撮ってます。はいえーとねまあ、この とまあ、タイトルなんですけどあの多くの人がワールドベンチャーズを辞めてしまう理由なんですけど大きく分けて2つあると思いまして、はいえー、と1つ目はですねやった仕事に対しての報酬が見合わないから、ね、あのやってもやっても全然お金入ってこないじゃないかよっていうことが1つ目だと思いましてで2つ目としては結果を出さないといけない完全不安定の仕事だからなかなか結果を、ね、やってもやっても、まあ、やってるんだけど結果出ない、ね、出ない。 出ないからなんか全然いやいやそうは言ってもあのやってるんだけど、全然結果出せないからっていうことで、あのそういうね。成果を出せないからやめてしまうっていう。その2つだと思うんですね。まあ、どっちも同じようなこと言ってると思うんですけど、まあ、要するに仕事やったけど、お金もらえない。 んあのまあまあそういうことですよね。お金欲しいんだけど、結局お金にならないから、いやーなんだよって言って、あのもっとお金も,もらえるんだったら、もう全然意味ないじゃないかって言ってやめていっちゃう。あのお金ね、もらえないんだったら意味ないからっていうことでやめていってしまうと思うんですね。はい。えーと、でも、あのワールドベンチャーズの仕事とですね、普通の仕事の大きな違いっていうのがありまして、まあ、ワールドベンチャーズの仕事っていうのはですね、えー、とオーナービジネスなんですね。あのやればやるだけあの、結果を出せば出すだけ。 お金がもらえるっていうのがワールドベンチャーズの仕事でですね。まあ普通の仕事はあの普通の仕事はお金をもらえるもらえるのが先なんですね。お金をもらえるっていう保証があるから多くの人はやるっていうこと。うん。でもワールドベンチャーズの場合はやるからお金がもらえるっていう逆なんですね。まあ、普通の仕事はお金をもらった後に働いてくださいねってお金あげるから働いてくださいねってのが多くの仕事じゃないですか。えなんですけどあのワールドベンチャーズの仕事はね先にこう 結果を出さないといけないんですよ、ね、もう結果を出すまでの、なんていうの、研修期間とかも全然お金もらえないですし、ね、普通の仕事だったら、研修期間、例えばアルバイトとかね、あなたがしたもあも、あの研修期間からお金もらえるんですよ。ね、アルバイトとかっていいですよね。えー、とか、まあ、普通の仕事とかもね、まあ、ね、新人の時とかも、普通にこう、ね、2年目、3年目の人と同じ給料がもらえるっていうのが普通の仕事なんですね。えー、なんですけど、ワールドベンチャーズの仕事はって言ったら、全然研修期間どころか、 まあそね、あのやってもやっても全然お金にならないっていう時期があってであのお金をまあそれ結果を出していったらお金がもらえるっていうところなんですねあのっていうところがまあ大きな違いワールドベンチャーズと普通の仕事の大きな違いとしてはまあそういう感じで、えー、収入まあ労働時間と収入のバランスっていうのが反比例する仕事ということで普通の仕事はですねやったやってまあまあ大体ねあのやってる。 えーとまあ、労働時間、ね、労働時間と収入のバランスがですね、まあ、大体こうやればやるだけこう一定の量がもらえるという感じでね、まあ、っていう感じなんですよあの普通にこう,こ,うでした、ね、こういうグラフになりますね、えー、と例えば1時間、まあ やればやるだけこう収入もこう比,例して比例してお金がもらえるアルバイトの仕事だったら時給1000円だったらね例えば10時間働いたら1万円もらえるとか100時間働いたら10万円もらえるとか200時間働いたらに20万円もらえるとかっていうのが普通の仕事ですねまあこういう感じのグラフになりますよね、えー、ただですねあのワールドベンチャーズの収入のグラフっていうのはどういう形になるかといったらですねえっ、ー、と労働時間と収入のバランスっていうものが、えー、とこういうあのまあ 労働時間はたくさんやってるんだけどもあのや,やればやるほど、まあ、しゅやってる時は、まあ、全然収入になってなくて、ね、あので労働時間がこう下がってきた時には、まあ、あのこう逆に、ね収,入のまあ、収入はこう上がっていくっていうね、まあ、収入はこうなるのに、まあ、労働時間は下がってくるという感じで、ねあのまあ、そういう本当に皮肉な感じの話なんですね。皮,皮肉な えー、なんていうのまあ全然こうお金になってない時はめちゃくちゃ働いてて。で、お金になってきた時はもう全然働かなくて良くなってくるっていう仕事なんですね。えー、まあそんなところが全然違う,うパラダイムというか、まああり方、あり方というかね、まあその、まあ普通、多くの人は普通の世界をやったらお金がもらえるっていうのが当然の世界で生きてると思いますので、まあそこがちょっと、なんていうのあれ、全然見合ってないなって、全然これお金になっていかないわっていう感じでやめていっちゃうっていうところだと思うんですね。 えー、そこのパラダイム、まあ、その生きてる世界世界が全然違うわけですね、まあ、そのアメリカと日本っていうのはねもう挨拶とかも普通に「ハろう」とかって、まあ、言うか分かんないですけどアメリカに住んだことないので分かんないですけど、まあ、まあ普通に英語を使うじゃないですかで日本に住んでる人は日本語が当たり前ということでねあの文化とかもね、まあ、普通にこう日本人の文化で やるのが当たり前という感じで,あのでもアメリカ行ったら全然違うわけですねあの、まあ、普通にこう食生活とかもねすごいハンバーガーが大きかったりとかしたりなんかそういうファーストフード店がいっぱいあったりとかするんですけどうーとかなんか文化も多分違う、まあ、僕はちょっとアメリカには本当に短期間 あの遊びに行ったことくらいしかないのでよく分かってないんですけどもえまあなんか全然違うところもいっぱいあると思うんですねみたいな感じで本当にあのワールドベンチャーズの仕事とえこっちの普通の,あの仕事普通の時間給の仕事のパラダイムっていうものが全然違いますのでもう世界が違うっていうふうに考えていただきたくてですねえーとなのでまあこっちのワールドベンチャーズの仕事での勝ちパターンというかねあのどうすれば成功できるのかっていうことなんですけどもまあその もう本当に先を見るわけですね1年後とか2年後とか、まあ、そのくらいの単位であの先を見,見ることができる人が成功できるわけですね、まあ、たった短期間のその1ヶ月とか2ヶ月とかね、まあ、でも十分あの大きなスパンだと思うんですけども、まあえーまあ、多くの人は3日とか4日とか、ね、もう本当に短期間の,あのスパンがねあの短期間のスパンでこう考えてしまうということで、えー、とそういうパラダイムではそういう、ね、あのものの考え方では、えー、とうまくいかない そのね、いやどんなにこうねあの成功できるくらいのこう喋りをお持ってる人でも、まあ、2年とか3年とかやっぱりねあのか,か,るかかるわけですねそれだけのお資産を構築するそれだけのねお金が入ってくるう、まあ、ためのビジネスをこう構築していってあのビジネスで軌道に乗せるためにはそのくらいの時間がかかるわけですね、まあ、1年2年3年4年5年と、えー、分かんないですけど、まあ、それがどのくらいのねあのや,るやるレベルとかにもよってくるやる作業量とかね まあそのどのくらいの打ち込み時間とかにもよってね、まあ、その5年かかったりとか10年かかったりとかね下手、まあ、したら全然こう何もやってない人はね10年かかっても成功できないっていうことになってくるわけですね。 はいえー、なのでまあ先を見てねあのだからそこにモチベーションを持ってこうやるっていうことがあのなんていうの先例えば2年後にね月に500万円毎月もらえるっていうこと、まあ、その代わり毎日10時間仕事をしてくださいっていうねあの仕事だとしたらねまあそれ2年後から確実に500万円もらえる仕事だとしたらそれは、ね、今10時間毎日働いてももしかしたらできるかもしれないですよね10時間ちょっと言い過ぎですけど、まあ、毎日5時間、ね、働いてくださいって言われてね あの2年後から絶対500万円毎月あげますっていうもうそっからもう何もしなくて何もしなくても5 0 0 5 0万円もらえますから、ね、今,今毎日無給で5時間働いてくださいとかね 5時間じゃちょっと足りないかもしれないですけど、分かんないですけどね。あのっていう感じの仕事なんですね。ワールドベンチャーその仕事はあの。っていう形なんですね。なので、多くの人があの、そんなね、まあ、保証のあるものではないのに、ね、あの本当にもらえるのって、まあ、絶対、絶対もらえるわけじゃないですね。その、今の話だったら2年後から500万円あのげますよって話でしたけども、まあ、そこもあの、もしかしたら、そのね、結果を出せなかったら、えー、その2年後からも、あの、 月収500万円とかねもらえないわけでですのでまあ、だからちょっとそんなあの保証のないものをそんなね、あのちょっと、うん、まあそんな、えー、まあそう、ね、保証がないもの、まあそんな確信のないものをね、できないわって言って辞めてしまうということになるわけですね。まあ、これがあの多くの人がワールドベンチャーズを辞める理由だと思います。はい。えーとね、まあだからですね、あのー、 まあ最初からですねまあやらない方がいいというかまあ途中で諦めるくらいだったらねあのもったいないからねまあ絶対やめた方がいいあの最初からやらない方がいいということを考えていただきたくてはいえーまあそうですね まあでそのモチベーション僕は結構毎日ねモチベーションというか僕は毎日まあそういうところもね理解してえといろんなもう僕も10年くらいビジネスやってますのでまあそういう考え方っていうところに慣れてきてねまあそのやってもすぐお金もらえないっていうところだったりまあまあとあるところでこう爆発するっていうこととかもある程度見えてきてるので。 ある程度というか結構見えてきてるので、まあ、だからこうそこにモチベーションを持ってできてるっていうところがあるんですけど。まあ、最初先が見えない、まあ、その ね、あのイメージとメンタルっていうところが大切になってくる仕事だということ言われてるわけですけどあのイメージとあの本当にイメージ力あのその2年後3年後例えば2年後とかね例えば3年後とかに、えー、毎月毎月こう300万円とか500万円とかっていうねお金がもらい続けることができるっていうところをイメージ自分が成功してるところをイメージすることができるかっていうイメージ力とですね、えー、まあセルフイメージだからあげろっていう話なんですけどっていうこととあとはメンタル。 ですよね、まあ結局ももそのお金がもらえなくてもやるっていうお金が、ね、入ってこなくてもメンタルで仕事をしなさいモチベーションで仕事をするのはメンタルで仕事をしなさいっていう話があるんですけども、まあ、そういうねあのメンタルでこうね今日も,あのもうきっちりね、えー、きっちりちゃんと動画を撮ってメッセージを送ってとかっていうこととかね、まあ、Facebook とか Instagram に投稿したりとかね、えー、と掲示板にこう載せていったりとか,、まあ、なんかいろんな TikTok のアプリを えっ、ー、とあとなんだヤフオクとかに載せたりとかうんとなんかそういうような感じでね僕もやったりしてるんですけど、えー、っていうことまあ LP を作ったりとかでね紹介したりとかまあメッセージあの電話したりとかねあの今 LINE 通話とかで通話することができるのでねそういうこととかをひたすらやっていく仕事なわけですね、まあ だからやってることとしてはそこまで難しいことをやってるわけではないんですけども <laughs> お金がもらえないのにやり続けるっていうことがすごい難しい仕事かなっていうこともしてまあ多くの人にとってはですねお金がもらえないのにもかかわらずそういうことをやり続けるモチベーションがなかなか出ないといって辞めていってしまうということがまあこれが <laughs> まあ多くの人が辞めるワールドベンチャーズを辞める理由かなということを思いましてはいえっ、ー、と解決できる考え方まあ ううんそうですねまあ解決できる考え方としてはいかにこうなんていうのあのーまあ、自分とあ自分がこうお金をもらえてる ってていうところをイメージしてできるか、ね、自分が3年後、毎月500万円もらえる仕事だとしたら、まあ、そこにモチベーションを持ってやるか。それと、それか、まあ、好きな人というかね、まあ、もうそういうあのお金以外のところにモチベーションを持つ。あの例えば、ひろきさんがね、これだけ毎日のように動画撮ってるから、俺もちょっとやろうかなみたいな感じで、ねあの、もう違うところで、なんていうの、モチベーションを持たせるみたいな感じで、あのなんかこの人も頑張ってるから、俺もやろうかなとかね、まあ、自分なりのなんかやり方ってあると思うんですけど、 そのねフェイスブックでこうメッセージをね送ってい、えー、くとかっていうのもあこの人もやってるから俺もやろうかなみたいな感じで、まあ、学校とかもね行けた理由としては、まあ、学校もね、まあなたもこう小学校時代中学校時代とか、ね、高校時代とかあったと思うんですけどもそれなんで行き続けられたかって言ってたら、あのー、って考えたら先生がいたからとかね先生が遅刻したら怒ってくれる、まあ、怒ってくれるっていうか怒られるっていう感じです、まあ怒られるし、あのー、友達とかもねちゃんとみんな学校に行ってるから私 私も行こうかなとか、ね、俺も行こうかなっていう感じで行,け行き続けられたと思うんですね。なので、ひろきさんが毎日こういう感じで動画を撮ってるから、俺もちょっと動画毎日やろうかなとかね。あのー、まあ、そういう感じ、あのー、メッセージとかも、まあ、ひろきさんが毎日ね、100件とかメッセージ送ってるから、私もメッセージ毎日100件送ろうかなとかね。 えとか毎日ひろきさんがね、投稿してるから、あーなんか Facebook とか投稿してんなっていう感じでね、投稿してるから俺も投稿しようかなみたいな感じで、まあ、そういうところ、仲間とか先生がいるから、ね、あのーまあ、この人もやってるから俺もやろうかなっていうところをモチベーションにしてもいいと思いますし、はいえー、とあとは何ですかね、まあ、本当に純粋にお金、まあ、その動機、動機ってよく大切にしなさいということ言われるわけですけども、まあ、その動機っていうのは何かっていうと,、えー、と、目的になるようなものですね。なんでこのビジネスやって るんだっけっていうところのまあそのコンパスってコンパスというかねまあその えーと方,向まあ、方向性というか、まあ、自分の指針というかね、ね方針が見失わないためにあの、その動機、なんでこのビジネスやってるんだっけっていうところ、まあの動機をね、あの明確にしていただいて、今一度ですね、これはもう毎日のように、あの俺はちょっと借金5 5、5億円の、ね、借金を例えば返さないといけないとか、ね、10億円の借金を返さないといけないからっていう理由でも全然いいと思うんですけど、えーとまあ、そういうような、まあ、5億円とか10億円も借金ある人、なかなかいないと思うんですけど、逆にそんなに借金できないですからね。まあ、ちょっと まあまあ何でもいいんですよ。まあ1000万円が欲しいとかね。まあ1000万円とかだったら全然もう本当にすぐ稼ぐことができるので、まあ全然目標が足りないかもしれないですけど、まあ1億円とかね、例えばあの欲しいからとかっていうので、も全然あの稼げる仕事ですので、はい。あのまあそういう、まあなんかおい、うん、なんだろう、なんかスポーツカー、まあすごい高級車に乗りたいとかね。あの 豪邸に住みたいとか海外旅行に毎日毎月行きたいとかね、まあ、いろんなところにモチベーションを持たしてやるといいんじゃないかなということもいましてはいえっ、ー、とまあ本当にね、まあ、2年3年とかっていう形で、まあ、毎日こう仕事をね決められたらきっちりやっていくわけですね、まあ、しっかりやっていくっていうことをちょっと意識していってい 言ってていいたただけたらなととうことを見ましてで、もう一つの方のね、あの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、やめる理由の二つ目の結果を出さないから、まあ、やった、やってるんだけど全然結果出せない、全然ワールドベンチャーズに入ってくれないんだよねって、いや、メッセージ送ってる、送ってますよって送ってるんだけど全然無視されるんですけどみたいな、あの、全然断られちゃって、全然もう全然ならないみたいな感じの人、えー、もう、まあ、そこもね、まあ、申し訳ないんですけど、作業量が足りない、まあ、解決できる考え方と としてはですね結局作業量というかあの量質添加の法則っていうのがありましてですね、まあ、結局量からしか質は生まれないということで、まあ、結,結局 PDCA をずっとやっていくわけですね PDCA これをやったけど全然結果が出ないから、えー、もう一回まあこういう方法をう、うん、取ってこうやっていこうという、まあ、ビジネスの考え方としてはトライアンドエラー、ね、あの全然あの結果が出ないやり方を、ね、やり続けても意味がないわけですね、えー、なので PDCA そのトライアンドエラーでどこかえ悪かった部分を修正 修正してもう一回こうなんかこういうアクションあの行動をしてみたらどうかなっていう改善をして改善を繰り返してやっていく仕事がワールドベンチャーズの仕事なんですねワールドベンチャーズというか結果を出すための工程、まあ、になってくるわけですねだから Facebook がダメだったら Twitter を使ってみようとかねあのそっちがダメだったら、えー、こっちを使ってみようとか YouTube を使ってみようとかねまあ、YouTube の中でもあのこんな動画を撮っててもダメだからこ,こういう動画を撮ってみようとかっていう感じでねいろいろ思考を 試行錯誤をしながらこう、えーまあ、結果を出していくっていうことが必要になってくる仕事なんですね。うんえーまあ、そこもね結局、まあえー、と量質添加の法則ってさっきも言いましたけども量からしか質は生まれないということで結局作業時間が、えー、に比例してそういうことも考え出せると思うんですね。Twitter ちょっとやってみたけどダメだったらまたね、まあ、違う方法を模索してやってみようとかねいろいろ動画撮ってみて広告をかけてみたんだけど、まあ、ちょっとうまくいかないから広告先を変えてみ 見ようとかねあのこっちの広告とかもちょっとやってみたりとかっていうことだったりとか、えー、とあと何ですかフェイスブックの中でも投稿方法がちょっと違うなと思ったらこういう投稿方法の方がもっと反応が取れるんじゃないかとかっていうこととかね、えー、をやっていく必要があるわけですね、まあ、そういうところもねあのやっぱり多くの人がつまずいてしまう多くの人があの結局結、ね、やってもやっても全然結果出ない、えー、でないというかね、まあ、やってるんだけども結果が出せないとか、ね、そもそもやっ,たやったんだったらすぐお金欲しいよみたいな。 って感じで思われてしまって思ってしまって、全然あのー、まあ、そういう感じだと思うんですね。えー、なのであのー、まあそうですね。そういうところが大切になってくるというか。 <coughs> まあ、そういうところを見直してもいってもらえたらまあもう本当にね2年とかねもう何もお金もらえなくてもやるんだっていうくらいの気持ちでやっていただきたいなということを思ってるわけですけども2年とか3年とかねまあとにかくずっともうとにかくやるやるもういい結果が出ても出なくてもねまあ僕これあの違うネットワークやってた時に言われたあの僕のメンターに言われた話なんですけどもうね2年とかとりあえずやるんだってもういやとりあえず別にお金になってもなんなくてもいいからとりあえずやり続けるんだ っていうこと言わわれたわけです、ね、まあ一日例えばね5時間だったら、まあ、5時間毎日こう働きなさいとねあのー、そういうことをまあただ淡々とやっていけばいいだけだからということでねあのとにかくまああんたまあその頃ねまあそんな本当にもらえるのかなとかっていうことを考えてた時にいやあんたは例えばねプールやろうとしてたらプールをね、あのー、水泳をうまくなろうとしてた時にプールにちょっと足を踏み入れてね 足が水についたところでちょっとまた引いたりとかしてるくらいの感覚だよっていうこと、まあ、そ,んそんなもうちょっとねだからチアだよもうとりあえずねやるでしょって水泳とかやった時もあのとりあえずうもうねもうこう、まあ、帽子かぶってね、まあ、水泳、あのー、普通にすあのなんだあの水泳のこうパンツを履いてで、えー、とこう潜ってね、まあ、しっかりこうや,やるでしょっていうこと言われてね、まあ、2年とかね別に上手くなるかならないか分かんないけどやるでしょ。 ちょっともうでもね足を突っ込む突っ込むまあちょっとね足をこうプールにねあの踏み入れてでこう引いてみたりとかってもうん、ちょっとこれ水大丈夫かなとかってやってるような感じだということで言われてねまあ確かになと思いましていやそういう感じじゃないそういう感じでやってはいけないということでもうどっぷりねあの使ってやるっていうことを言われたわけですねそこであのそのメンターの人にあの健康ドリンク系のあ健康ドリンクのあのを流通させるネットワークの仕事やってたわけですけどもえっ、ー、とまあ まあそんな感じで言われたわけですね。うんまあ、そのちょっと会社潰れてしまったので、まあ、僕もちょっと辞めたという感じ。まあ まあ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 っていう感じだったんですけど、まあちなみにちょっと余談ですけど、はい。えっ、ー、と、まあすごい好きなね、健康ドリンクだったんで、まあ今、まあ、まあ一応アメリカの方のね、会社はまだあるらしいんですけど、まあそこはちょっと潰れてしまったんで、まあとかね、まあいろいろニュースキンとかやりながらもね、まあいろいろ方向展開しながら僕もいろいろビジネスをやってたわけですど、まあ、えっ、ー、と、どこのネットワークに行ってもね、そういうこと言われるわけですね。うん、あの考え方としてはやっぱりあのビジネスの世界では、えっ、ー、と、年単位で考えるっていうことが 言われててまして、まあ、ニュースキーンやってた時もアップの人からねやっぱりそんなすぐ結果出ないわけですよだからこれが普通なんですよあなたが別に悪いというかあなたが性格が悪いの性格が えーと嫌いだからあなたの性格が嫌いだからとかあなたのこと自身が嫌いだからお金がもらえないというわけではないんですね。えー、本当にどんな方でもあの平等にこう作られてまして,あのなんてうの考え方が違うっていうだけなんですねマインドっていう部分ですね、えー、が違うということであのだからまあそういう考え方を持っていないとあのビジネスで成功することができないということですのでただもう本当に、まあ、そこをねちょっと改めて、まあ、今日あの まあ今日ね、まあ、この話をちょっとお再認識していただいた方もこう、ね、考え方がそういう考え方ができてなかった方はですねもうしっかりこうチェンジしていただいて、ね、あの全然お金もらえない時もやるっていう,もう全然お金もらえないんだけどもう1日5時間働きます1日10時間働きますっていうね、えー、そういう考え方を持っていただきたくて、はいえー、それでこう将来的に、まあ、2年後から、まあ、何もしなくても、ね、お金が入ってくるんだよってもうそこにモチベーションを持っていただきたい普通だったらね あのね普通、もうめちゃくちゃ働いてね、朝から晩までこう仕事して、毎日のように満員電車とか、満員電車じゃないかもしれないですけども、普通にこう電車でね、行き帰りして、会社とね、家の往復をして、お金がもらえるっていうパラダイム。なのにもかかわらずですね、普通にワールドベンチャーズの場合だったらですね、僕もこう何もしてない、何もしてなくないですけど、今、動画ね、動画これ結構好きだから喋ってるわけですけども、こういうね、動画を撮るだけでもお金がもらえるみたいな感じ、あの、まあ 動画撮る。まあ、まあ、他の仕事もしてますけどね。まあ、Facebook に投稿したり、Instagram に投稿したり、メッセージを送ったりとかね。えー、とか、なんか、その帰ってきた人に対応したりとか、まあ、LINE 交換して、まあ、LINE でね、昨日とかも、あの、まあ、1時間、2時間とかっていう感じで多くの人と話したりとか、まあ、1日そうですね、一日2人とか3人くらいの人と通話するようにはしてるんですけども、えー、という形で電話とかもしながらとかね、グループミーティングをしたりとかっていう形だったりとか、まあ、そういうような感じのことをしてるわけですけども、それを して,して、まあね、結構楽しい仕事だからね,、まあ、ね動画でこうやって喋るっていうのも一人カラオケのようにねカラオケでこう話す、まあ、カラオケって歌ったら発散できるじゃないですかなんかスカッとするみたいな感じでね、えー、僕もこの動画っていうのはなんかすごいスカッとするなっていう、まあ、なんか結構ねまあ喋るっていうのがあのこう自分のなんかなんていうのこうわだかまりをこう出すことができるみたいな感じで,です、ねまあ、発散することができるのですごい好き好きっていうかねでひろきさんすごいき昨日の動画ありがとうございますすごい勉強になりました とかってね感謝されるということで、ね、すごいこんないい仕事ないなって、まあ、自分としては別にただね、えー、好き勝手なことをしゃべって、まあ、好き勝手って、まあ、ある程度ね、まあまあ、それはあのー 役に立てるような、お役に立てるような話をしてるんですけども、まあ、すごい、あのー、結構ね、まあ、いい仕事、いい仕事だな、ということを思いながらね、で、お金がもらえるっていう形ですので、まあ、完全在宅でもお金がもらえるっていう仕事ですので、こんないい仕事ないな、ということを思いまして、で、将来的には、さらに言うとね、も、ま、う、あ、何も仕事をしなくてもお金がもらえちゃうっていうところが、も、ま、う、あ、本当にここにモチベーションを持っていっていただけたらな、ということもいましてですね、えー、こんな仕事なかなかないんじゃないですか、っていうことでね、まあ、本当に僕から したらもう本当にねあのー、お金もらえるっていうところがねまぁ、あ、完全在宅で稼げるっていうところだったりまあ、将来的にはもう何もしなくてもお金が入ってくるんだっていうところがね、えー、非常に美味しい仕事だな美味しい仕事だなということも言いましてまぁ、あ、僕ちょっとイベント行ってるんですけどワールドベンチャーズもうすごい ね、アメリカ人がね「You should be here!」とかって言ってね、まあ、なんか青い旗持ってねやってる、まあ、僕ももう3年半くらい前にねえー、と、まあ、アメリカまでイベント行ってね、まあ、すごいあの楽しかったなっていう思い出があって、まあ、アメリカのなんかステーキってすごい大きい。 大きくて、ね、まず頑張って食べたわけですけど、まあ、本当に大きく肉とか大きかったり、まあ、なんかハンバーガーとかすごい大きいんですね。えー、とかで、まあ、普通にこう、なんかちょっと文化とかも違ってね、なんか普通、日本人、日本だったらね、お,おかわりいるとかって聞いてこないじゃないですか。でもアメリカだったら、なんかあの、アメリカだからっていうわけではないかもしれないですけど、まあ、普通にお,おかわり、普通になんか入れてくるんですよ。おかわり入れてくるっていうか、まあそういうところも違ったりとか。 えーと、いろいろ面白い、まあ、こともあったんですけど、まあ、っていう、 まあまあまあ、でまあ何の話でしたっけまあっていう感じでね、まあアメリカそれ、アメリカすごい流行ってる、まあワールドベンチャーズね、次の,あの上陸先は候補としては日本、日本がね、あのー、上陸するということが言われてまして、うん、だからもう絶対に間違いようがない、まあトヨタ、世界のトヨタ、あの、売上も経常利益もね、世界、あの、日本のトップの企業としてはトヨタじゃないですか、トヨタ自動車、そのトヨタ自動車よりも売上も経常利益も出してる会社のワールドベンチャーズということでね、あの、絶対潰れようがないという もうそれだけね儲かってる会社でまあそのだけ、ね、広がってるあのもう、えー、と人としてはまあねお客さんの数まあ会員の数としては1000万人以上とかにも広がっていて1000万人以上とかって言われてもねちょっといまいち実感がないと思うんですけどあのもう本当にね、えー、ヒルトンクラブとか、まあ、世界のねヒルトンクラブとかの会員でも10万人くらいしかいないということでもう本当に広まりまくってる会社ですので本当にいいかなということもいましたであのさあとねサービスメリットとビジネスメリットっていうのがありましてまあこれあの例えば、ね 戦後焼け野原のね日本,日本のまあ日本,日本の、まあ、戦後焼け野原の時代だった時のおーっとまあ サービスメリットってのはほとんどなかったわけですね。もうほとんどが、サービスがほとんどなかったので、えー、でもビジネスメリットって言ったら、まあ、もうとりあえずね、その戦後焼け野原のね、まあ本当に、えー、戦,戦後間もない頃の日本はね、とりあえず作れば売れるっていう時期だったんですね。えー、なので本当に、まあ、ビジネスメリットはめちゃくちゃあるという、も、ま、う、あ、とりあえず冷蔵庫作れば売れるし、車作れば売れるし、ね、あのー、えー、何ですか、あのー、エアコン作れば売れるし、ね、まあ何でも作れば売れるっていう時代だったんですね。でも あのサービスメリットはほとんどなかった。ね、あのなかなかサービスのメリットとしては全然ねこう あのーまあ、今だったらすごい整ってるからね、まあ、例えば引っ越した家とかにも元からエアコンがついてたりとかするじゃないですかでもほとんどないんですよもう冷蔵庫もなければもうサービス何もないみたいな感じあのガスコンロとかもなかったりとか、まあ、冷蔵庫ないし、まあ、車もないしね、まあ、とかっていう感じでサービスは何もなかったからこそ作れば売れるっていう時代だったんですね日本の、えー、と戦争お間もない戦争の間もないあの戦争後のお間もない頃の日本としてはですねで何が言いたいかっていうことなんですけどワールドベンチャーズも ですねでその時点であの英語対応がされてないとかね、まあ、よく言われるんですけどあの、まあ、サイトとかも、ね、しっかり充実してないとか、ね、だからこそビジネスメリットがあるわけですよこれだからだからまだ日本の会員が少ないからあのサービスメリットがあるわけですよ、ねまあ、作れば売れるっていう時代、えー、なわけですよあのその戦後間もない頃に作れば売れるっていう時代だったのと同じようにですね、まあ、日本のサービスメリット、まあ、まだワールドベンチャーズがね日本に上陸してないからこそね えだから広めるパイがたくさん残ってるしねま,あそまだね日本,日本語のサイトが充実してない日本語のサイトがねできてないわけです公式にまだ日本にねオープンしてないわけですのでだから,だからこれ稼げるわけですよねあのだから海外のねまあその結構旅行のね旅行費が高いとかねまあ海外旅行しかないとかね日本旅行が普及してないとかねあのよいろんなこと言われるんです。 けど、あの海外海外のサイトあの日本語日本語対応されてないとかねえっ、ー、とまあ えと英語で送らないといけないとかね、まあ、辞める時とかもワールドベンチャーズにメールしないといけないとか、まあ、それも英語でメールしないといけないとかっていう感じでちょっと,、えー、とサービスとしてはちょっとあの低い低いあのなかなかね使いづらいなっていうことを思ってると思うんですけどだからだから今ね今のうちから日本の人にこう広めるパイがたくさん残ってるっていうことだったり広めるまあたくさんねこう広めれば広めるほどお金がもらえるっていうことがまあ まあ今のね、あの状況なんですね。今まだ、えー、この2019年の6月25日、まだ日本にね、まだ上陸してない時期だからこそ、たくさんこう広めればね、たくさんもらえるということ、あのお金があのたくさんもらえるということですね。で、今、なんだろうな、例えば今ね、コンビニとかあなたがね、やったとしても、全然儲からないじゃないですか。でも、今、サービスメリットはすごいありますよね。サービスメリット、まあ、コンビニ、もすごい充実してる時期だからまあ、ね、もう、 コンビニをね立ち上げたとしても全然儲からないわけですよライバルがいっぱいいるし、ねあの、需要と供給のバランスって言ったら分かりやすいですかね。あの需要と供給のバランスがですね、戦後、焼け野原の時期はですね、えー、とまだねま、供給する人が全然いなかったから作れば、供給側の、ね、側に回ればね、ねみんな欲しい欲しいっていう人が多いから、需要がたくさんあるから、お,あのお金が儲かるという形だったんですね。今あの、だからワールドベンチャーズの仕事としてはですね、

あのまあまあそういう感じなんですよ。そういう感じでなかなか需要にもまだ気づけてないという感じの時に仕掛けておくから、ね、あの需要がたくさん出てきた時にはねめちゃくちゃ儲かるわけですよ。ビジネスメリットがあのたくさん出てくるということでですね。まあそこのまだ、ね、戦後間もない頃は、まあ、需要に気づいてあるというかね冷蔵庫とか欲しいとかっていう人が多いから作れば売れるということでね、えー、なってたと思うんですけども、えー、と今作っても全然売れないという感じで、まあえー、となんですけど、まあ、その今の 時期はですね、まあ、その需要にもまだ気づいてないっていう感じで、えー、だから、すごいあの、そこにも気づこうよっていう形なんですね。もうこれが日本に上陸してきちゃった日にはどうなりますかということで、ね、あのそうなる前にこう仕掛けておけば、ねあのまあ、そうですよね、まあ、そういうみんなもやりたいやりたいっていう風になってきますので、まあ、その前にこうたくさんの人を、ね、こ,うこっちのビジネスに取り入れて、ね、組織を作っておいた日には、ね、だから10倍以上の組織日数にはなるということが言われてるわけですけども、まあ、ね まあそうですよねみんながやりたいっていう前にこうや,っておやっておいたらみんな自分から入ってくれるということでだからそこにモチベーションを持ってやっていってもらえたらなということを言いましてだからそこがちょっと逆逆サービスメリットとビジネスメリットがねあの逆逆だからまあ今はビジネスメリットで押してる押すのがいいかなということを思うんですね、うん、あのこれからね、えー、と誘う人とかにもね、えー、と全然まあその今ちょっとワールドベンチャーズって日本それだったら普通に HIS とかで行けばいいんじゃないのとかね 言われてるからまあそうやってね、あのー、これから日本に入ってきちゃった日には、ね、めちゃくちゃこう広がるよっていうことで,であのビジネスメリットもうたくさん稼げるもう先行者利益をね、えー、取れるからっていうことで、はいあのーまあ、このビジネスを進めるべき、まあ、だから上陸した後はサービスメリットで進めてもいいわけですよで、ね、サービスメリットで、あのー、たくさんね、まあ、進めていくまあそ、ね、日本で、あのー、たくさんのところにね安くいけるから HIS とかよりも安くいけるからっていうことでだんだん進めることができる できるもう40カ国に展開されててね、まあ、逆になんで今日本に上陸してないんだっていうことが言われてるくらい前のねアメリカのイベント、ね、ではあの日本に、まあ、次の候補としては日本に普及するということが言われてましたので、えー、だからまあ安心して、まあ、日本あの全然できる、まあ、もしねあの上陸しなかったとしてもいいじゃないですか例えばですけどいやいや、まあ、上陸するということ言われてるわけですけども、えー、と海外旅行には、えー、普通にねあの今の時点で でででも安くく行ことができますので、まあ、100歩譲ってですよ100歩譲って上陸しなくても稼げると思いましたので、えー、全然いいかなということを見まして、まあ、なのでこの仕事もめちゃくちゃねモチベーションを持って僕もやってるわけですけども、えー、という形で、あのー、一緒にやっていけたらなということを見まして、まあ、僕はまあほぼね毎日こういう風に動画やってますので、まあ、それをちょっとモチベーションひろきさんもやってるから私もやろうとかっていうところをねモチベーションにしていってもらえてもいいかなということを見ますのではい、えー、今日の話はですねこんな話でちょっと終わらせていただ いただきたいなということを見ます。最後までここまで聞いていただいた方本当にありがとうございました。ちょっここから,からですね宣伝になるんですけど、まあ僕はですねもう感染自動でお金が増える、えー、方法っていうものを紹介してまして、まあこの方法はですねスマホ一台あれば、まあスマホそうですね一台あればもう本当に何もしなくてもあの最初お金あ最初ねあの名前とか、えー、ちょっとした自分のあの個人情報とかをね登録するところをさええー、やればですねまあ本当にあの知識とか経験とかスキルとか 能力とかっっていったそういう難しいことは一切必要なく月に1万円から月に200万円くらいまでだったらね全然こうお金があの稼げるね完全治療でお金が増える方法っいうものを紹介させていただいてるんですねでこの方法はですねあなたの境遇問わずにできる方法なんですね、えー、例えあなたが、ね、あのお子さんを育ててる真っ最中の,あの赤ちゃんとかを育ててる真っ最中の主婦の方でもできる方法ですしねあの普通にこう副業が禁止されてる公務員の方でもできる方法ですしあとは病気で働けないあの 外の世界には働きに行けないという方のうん病気で働けないという方でもできる方法ですし、えー、とあとは生活保護受給者の方でもできる方法ですしあとはあの普通に会社勤めとかね派遣で仕事してて何か副収入が欲しいなという方でもできる方法ですしあとは大学生とかニートの方とかでもできる方法ですしあとは離島とかに住んでる人。 うんあのとかね、海外移住されている方とか、まあ、そういういねあの、まあ、とりあえずネットさえつながれば、ね、つながっている環境にさえいてくれればあのできる仕事ですので、とかねえー、あとは、まあ、ですかあの海外移住とか、まあ、海外に旅行中の人とか日本に旅行中の人でもできる仕事ですので、はいえー、なのであなたの境遇問わず本当にねあのどんな方でもあのできる仕事だということで、ですでに仕事ではないんですね、もう何もしなくてもお金入ってくるというわけですので、まあ、そんなあの 稼げる仕事まあ感染治療で稼げる仕事に興味ある人がいましたらですね是非下の LINE の連絡先僕書いておきますので、えー、そこから連絡いただけたらなということを思います。あとは普通に僕と友達になりたい方あの僕とね意見交換情報交換とかしていただける方も是非、あのーね、僕に連絡いただけたら嬉しいなということを思っておりますので。 えーまあ、そうですね。まあ、そういう形で、えー、よろしくお願いしますということであのお待ちしています。はい。じゃあ今日もね、あの最後までここまで動画聴いていただいた方、本当にありがとうございました。えー、また動画撮るときは楽しみに見に来ていただけたら嬉しいなということを思います。じゃあありがとうございます。またよろしくお願いします。